まあ、構造もこの船、割と2階3階とか、結構階層も多いんで、丁寧にね、探索していかないと漏れが出るんだよな、絶対。お、なにこれ？あ、これは！おー、来たぜ。はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。サブナティカやっていきましょう。前回ですね、終わりにちょっと思い出せなかったんですが、今回多分キーとなるのは、これですね、試験停止用モジュールですね。通信管理棟を止めましょう。で、並列処理ユニットなんかわかんないよって言ったんですけど、やっぱここだったら、ちょうど塔の近くの下に船が、マーキュリー2だっけ、沈んでましたが、やはりあそこのレーザーカッターかな。扉を開けたら何かしらあるんじゃないかと思うので、まあ、結局じゃあ何が言いたいかというと、ダイヤモンドはもっと必要なんだということなんですよね。前回ダイヤモンドを探すとかタイトルにしてたんですけど、結局あれはおこぼれで見つかったようなものなんで、本格的に今日探してね、探索続けて、通信管理棟をね、さっさと止めて、奥に行かせていただきたいなと思います。怒らないで で、たまたまなんですけど、なんかこんなところにね、こんなものがあったんで、これはもらっていきましょうか。ちょっとすげえ取れない New technology acquired. テクノロジーなんだ。シートラックのこれは多分ね、防御力を上げるやつですね。それでは行きましょうか。まあ、ここが少しポイントになるから探索して。ダイヤモンドどこだろうね、本当にね。まあ、ちょっと次元閉めておくか。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。とりあえずここの周辺探索から始めましょうか。どうなってんだこれ。なんか見たことないものがある。むしろここがもう400メーター地点か。リプリーズあればかなり楽になったんだな。まあ今はね、あれだね。あそこにムーンプールがあるから、また戻ってきてもいいですか。あ、これダイヤモンドじゃね？石英じゃん。なんだよ。ダイヤモンドこんな形じゃねえよなと思ったんだけど。はい、じゃあ、ちょっと思い切って行ける場所行ってみよう。あ、何あれ。これは？熱圧電気だ。これ便利です。まあ、こういうのが溜まってきたら、それこそ、かなり深いところに関しては、第二拠点みたいなの作った方がいいんですが、あ、ダイヤモンドじゃね？あったわ。オッケー、普通にあるじゃん、ここら辺。いいね。これはダイヤモンド2個手に入れたら帰りたいですねって感じもあるが、面白いな、ここ何なんだ。帰りの方向だけわからなくなるようにして、歩きましょう。オッケー、熱発電機だ。熱圧電気はね、太陽光電力が来ないような、すごい深いところに基地を作る場合にはとても適してますね。前作もかなり役に立った。ダイヤモンド普通にあるな やっともう普通に作った。あ、違う、これは？もしかして。いや、そっちじゃない。これね、ダイヤモンドが固まってるやつだから、あれだな、マシーンとかね、ドリルとかそういうのがないとね、多分取れないやつだわ。あれ？スキャンしたよな。Rising temperatures detected in mineral rich fissure below. ちなみに温度も、まあ、寒いのもダメなんですけど、暑いのもダメなんで。あ、ラッキー。レーザーカッター作れんな、これで。オッケーオッケー。そんなに熱発電機いらないね、もう。興味本位で見たい気持ちもあるんですが、そろそろ行かないと戻れなくなるので注意です。でもちょっと見ときましょうか。わーい。暑そう。まあ、一回戻りだな。
どうしよう。レーザーカッターで。待って。ダイヤモンドは、まあ、拾えるだけ拾ってはいきましょう。普通にあるな。嬉しいわ。多分間に合うと思うんだが、怖いね。オキシジン。買った。正直、あそこに行くんであったら、さすがに、スーツなり、なんなり強化していくのが順当なところか。シートラ、周囲からの防御力を強化する。これ、プロパルションキャノンね、でかいくせに使わないんだよな。置いてこうかな。前作もほぼ置いてったんですよね。まあ面白いものも増えたから、イオンキューブも何個か置いていこうかな。一回ちょっと拠点変えるわ。レーザーカッター作って、あれだね。マーキュリー2の探索をします。こっから先の下も気になるんだけど、もうかなり継続的に行き着きもできないんで、多分そこも来ちゃうから、戻りましょう一回。まあダイヤモンドの場所はもうはっきりと分かったんで、もうこれでいいです。じゃあ帰りまーす。はい、シートロックに帰ってきました。そういえばですけど、強化ツール手に入れたから、入れちゃおう。これは、OK。周囲からの防御力を強化する。入ったぜ。乗るか。本作そんなにいじめられることはない。You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Signal 別のアーキ location uploaded to PDA. PKY8。まあ、この範囲も広がってきたので、忘れないようにはしましょう。はい、それじゃあ拠点戻ってきて、もろもろいろいろ準備をしたので作っていきましょう。今日2つ作ります。まず何よりもですが、ダイヤモンドキャッター作りましょうか。これ。まあ、正直そんなに使う機会ないっちゃないんだが、貴重なもん使いますね。ダイヤモンドかける2。よし。これで、開かない扉を焼き切れます。で、もう一個。これですね。シートラックのアップグレードで深く潜れるね。これをつけましょう。まあ、意外と伸びないんだよね。確か200か250かそんなもんなんですが、まあレベルアップ2のね、その足がかりもできますので。あとはね、馬力アップグレード、これ作れるかな？ちょっと作ってみるかな？コード配線キットか、いけるかな？ちなみにね、ちょっと面白そうなものなんですけど、いつ手に入れたんだったかな？量子ロッカーという謎のものがあって、他の全ての量子ロッカーと中身を共有するストレージ機器ということで、まあいわゆるバイオハザードのアイテムボックスですね。不思議ですよね。というわけで、これだったらまあ家に入れたものを外でも取り出せたりするっていうね。なかなか最新文明だなと思いますが。じゃあそんな感じで、まあ、そうだな。さすがにこれでマーキュリ2っていうね、船の中に何かあるかもしれないし、もうちょっとシートラックの遊びをしてもいいかもしれませんが。さあ、10分ぐらい黙々と作業していました。まあ、これがね、このゲームのすごい楽しいところなんですけれども、動画ではカットです。じゃあ、シートラックのアップグレードをしよう。かなりね、細かい素材もあったんですが、集まったので、まずはアフターバーナーアップグレードです。これでより快適になるでしょう。あれ？あ、リチウムなくなった。くそ。ちょっとね。で、もう一個なんだけど、リチウム確かあったはずだから、1個でいっけ。よし。じゃあもう一個。ですね。これですね。馬力アップグレードツール。馬力ですね。馬力は英語で言うとホースパワーです。そのまんまですね。かっこいい。よし。じゃあこれで、シートラックかなり強くなったんじゃないかな。後ろ寂しいんでなんかつけてあげたいんですけれども、それはまた後だな。入れましょう。一応数に限界が多少あるんで、でもこれ以外あったっけ？今んとこの4つだよね。よし。これ防御力もアップして、馬力もアップして、深さもいける、アフターバーナーもつく。ちょっと一回乗ってみましょうか。まず、これで、ダッシュってどうやるの？ん？あ、
違うか。あ、来た来た。あ、押し込むんだ。へえ。スティック押し込みに行けまーす。速くなった？馬力アップグレードするのパワーがよくわからない。馬力上がったのかな？これ速くなってます？よくわかんないな。ちなみに深さは 300m までいける。これは強いね。よし。そういえばって感じなんですけど、一個作りたいものがあったので作ります。こいつで。これですね、水ろ過装置です。エアロゲルっていうのはルビーとね、ゲルザックだったかな。さっきの 200m ぐらいに海景入手できるもので作れるんですが、これ美味しい水が作れるはず。ちょっとこれはかなりスペース使うんですけど、あと電力も使うんだよな。電力はさすがになんかそのちょい作った方がいいかなと思いますけど、とりあえず作ります。よいしょ。うん。これはね、順次美味しい水を作ってくれるんですよ。だから、これがあれば、また水の供給というか、そういうのがかなり楽になりますので、いいでしょう。ただ、電力を相当食うので、下手するとこの電力落ちちゃうんだけど、まあいいでしょう。じゃあ、そろそろ行きまーす。さあ、到着しましたね。マーキュリー2です。ちなみにね、これ、馬力ツールもこうやってダッシュ使える。馬力ツールじゃないや。ダッシュツールもこうやって使えるし、もう一個なんですけど、これもね、今敵、こういう時に、こうやってやってやると、ダメを食らわせられるのか、まあとりあえず、逃げれるらしいです。結構な頻度で使えます。ただ電力めっちゃ減ってんだ、これ。いや、違うか。別に前から僕がやってたけ。そうか、そうか。まあまあパチパチやってもしょうがない。さっさと入りましょう。はい、じゃあ入っていきますよ。こっからの行動もそこそこ楽なので、あまり焦らなくて OK。それじゃあ、活躍させていってきますか。こうかな。見せてあげましょう、ダイヤモンドカッター。あれ？大丈夫か。まあ、このように。ダイヤモンドカッターじゃない。またレーザーカッターですね。名前間違えちゃいましたが。円形にね、バスッと開けます。めっちゃ熱そうですけど入れます。面白いものはなんかないか？レーザー開けますか。お、パワーセルじゃん。ラッキー。こう作るのめんどくさいんだよね。ただあんま使うものもないといえばないので。ここ面白い。素材がめっちゃ落ちてる。スパインフィッシュ。なんだ。バッテリーか。助かる。地味に使うの、作るのめんどくさいから。焼き切るか。ちょっと待って、ここ焼き切っちゃうと一体どっから入ってきて、どこが開けた後のところかよくわかんなくなるから。インゾックス。ちょっと歩きますか。あれ？ここの扉開いてる。インゾックスばっか。あ、下行ける。いや、切ろう。まあ、構造もこの船、割と2階、3階とか、結構階層も多いんで、丁寧にね、探索していかないと漏れが出るんだよな、絶対。お、何これ？あ、これは！おー、来たぜ。え？あー、スキャンするの？マジ？そういうこと？あれ、ポチッとサクッと取ればいいじゃないって感じなんだけど、それは許してくれないんだな。まあ、同じ要領でちょっと探索していけば多分見つかんのかな。
お、密封された供給箱。こんなのがあるのか。今回扉だけじゃないんだ。おー、ちょっと危ねえ。すげえもん拾っちゃった。どこ？発電にはとても便利なので、ありがたくいただいておきましょう。意外とさっきみたいな、レーザーで開ける扉がないな。あ、あった。おー、こんなところに。すごいな。本当になんでこれをそのまま持ってかないんだろう。ということは残骸という形であるのか。本当に不意にあるな。うわっと。やめなさい。マジで、マーキュリー2ってまだあんの？すいません、マーキュリー2が、ちょっとビーコンの名前変ですけど、緊急の備蓄っていうところから、こっち側なんですが、まあ、前回ね、下を探索したところ、マジで、これ、本当に？あ、本当だ、でも、船の形してる。まだあんだ。そっか、なんか見つかるかな？ちょっと行ってみますか。並列所入院とかどうしてももうレシピねえなーと思って、前の場所を捨てていろいろ探索してて、水なくなって戻ったりしてたんですけど、これで見つかればいいなと思った。そっか、船は2隻あったってことですね。ねえ、マジか。入れた。ちゃんと施設あんだな。これ何？ でかいでかいでかい。チャイニーズポテト。1個くらい持ってって食べるか。あ、違う、植えるか。お、これは、マジか。プロンスーツじゃん。都合よくあと1個くらいないですか。ありましたね。なんだこの世界。来たな。プロンスーツも来たぞ。やった。まあ移動が結構大変なんで 簡単に使えるもんじゃ実はないんですけど、最後まで僕は前作はシーモスですけど、小型移動艇がすごい好きだったんで、活躍の機会があればいいなって感じですか。燃料棒だっけ？あ、ドリルアームだ。これがね、鉱石の塊とかをガガガガーッと削るやつです。酸素大丈夫。パワーセルか。あ、ラッキー。ちょっと今ね、何これ？デザー。ネットデザーオフィッシュ。デザインがかっこよすぎるな。来た場所がよく実は分かってないから、ここは。俺死ぬ気はないんですが、お。やたら燃料棒ばっかりだな。はい、だ。ふえー。めっちゃ植物いっぱいやな、ここ。電池の元もかなりたくさんある。あ、これは？あ、これはもう抜けたのか。お、あ、なんかすごい。すごい部屋来たけど、酸素がかなりやばい。あー、来たー。あったぜ。おお。というわけです。これはなんだ？これってすごいひどいな。正面のところ、船に置いている。
前回っていうかしさよく最初に見つけたところはいわゆる後ろのジェットがついてるところかなと思ったんですが、でもよくわかんないな、これ。前景が見えないから。まあ、OK っす。やった。見つかったぜ。さあ、ちょっとさすがにここでセーブしたりするわけにもいかないので、出ましょうか。ちなみに、並列処理ユニットは何使うんだろう。調べてみよう。こんなもんかな？残骸も。え、あんの？ 何の残骸がある？Warning. 30 seconds of oxygen remaining. やらかした、やらかした、やらかした、やらかした。 Oxygen. あー、ちょっと待って、ちょっと待って、あれあれあれ。取って、 30 seconds of oxygen remaining. 知ってるけど、あ、外出れた。 oxygen. なんかまだちょっと部屋残ってんだよな。ただ、いいや。結構ね、収録時間もボロボロになってしまったので、今日はこれで終わりにしましょう。残りの部屋はまた後で行きます。で、ちょっと気になるのは、まあ、こんな感じなので、今ね。チャイニーズポテトすぐ腐るな。ひどいな。気になるのは、これが何がいるか。わー、楽。めっちゃ楽じゃん。で、これで試験用停止モジュールが何いるの？あ、オッケーオッケー。あ、簡単ですね。じゃあ、次回ちょっと、取り忘れないか調べて、通信管制と止めましょう。今回は結構探索に時間がかかったんで、これおしまいです。まあ実際プレイ時間2時間半だね。もうね、やばいな。これから収録し出すのが大変だな。じゃあ、またよかったら次回見てください。次回は通信と止めて何しようかなって感じですね。よろしくお願いします。さよなら。